積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで。ハウスで、周年栽培で小松菜、それからですね、露地で夏に向けてナス、それから冬に向けて白ネギを作っております。自分の家も何かしないと農地も維持できないし廃れていくなという思いからですね、一つその、野菜なら収益も狭い面積でも上がりやすいし、自分が専業になって野菜をやってみようと思いました。やっぱりそのある程度自分のペースでできたりとかですね、やっぱり嫌いじゃないんでやってみて、楽しくやっております。私は勧めました。やはり田んぼや畑が空いていくのを見るのは嫌なので。水田で土がちょっと硬かったところをこういうものを入れて野菜作りに最適な土に変えているところです。産直市なんかに小松菜を持ってったらですね、買っていただいたりとかですね、声かけていただいたりとか嬉しいですね。もう少し規模を拡大していって、それでですね、地域の皆さんにもあいつよく頑張ってるねと言っていただけるような農家になっていきたいです。